はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はトゥーントラックの Easy シリーズ、これにですね、自分のオリジナルのグルーブを増やす、そういうことをやりたいと思います。増やすといってもですね、キーボードとかが自分で弾ける人ばかりではないと思いますので、例えば今画面にありますようなユージャムの防具、ここでできてくる MIDI のファイルを Easy Keys 2の中でうまく使えば、 Easy Keys 2の純正 MIDI フレーズを購入しなくても、ユージャム防具のすべてのグルーブを Easy Keys の方で使うことができるというわけです。いわゆるグルーブのソフト感のやり取りということを今日はお話ししていきたいと思います。では早速始めましょう。左側にあるのがユージャムの防具です。防具の素晴らしいところは、一つのフレーズと思っていることがいろんなバリエーションが増やせて、なおかつ低音領域、高音領域、そして手数まで自分でオリジナルで変えることができます。ちょっとやってみましょう。初めて防具を見られる方もおられると思いますので、防具の良さも伝えていきます。ここでラッチのボタンを押しますと、ドの音、これを弾くだけで C の和音が弾かれるようになります。モードとしましては、ここがプレイヤーモードというのになっていることが条件です。じゃあこのドの音を押します。はい、今かなり低音が鳴っていますよね。これをもう少し高音気味に上げます。はい、このようにできますし、手数というのがどうやって変えれるか見ていただきましょう。はい、これに持ってるフレーズというのもありますから、ここを押すとまた変わります。はい、ここにはフィルのようなものもあります。はい、ドレミの音のところはですね、今鳴ってるように低音があまりない、こういうフレーズがあります。低音を入れるときはファーの音、ここ以上がいいです。はい、フレーズ自体を変えたいと思います。手数増やします。こうやっていろんなフレーズが作られること、これは理解していただけたんではないでしょうか。さあ、ここで弾いてできたものはドラッグ&ドロップでトラックに持っていくことができます。このようにキーボードの下側に点点点点とボタンのようなものがありますので、これをドラッグするだけです。そしてキーは今ドの音だけ鳴らしましたから、 C のキーで弾かれるというふうになります。もちろんここでは単音だけじゃなくって、初めから C メジャー7とか C マイナーとか、そういうふうに弾いておくこともできます。でも今は分かりやすいように C のキーで鳴らしました。これを持っていきます。ビューン。ここに MIDI が書き出しできたわけです。ここまで理解できますでしょうか。
ここちょっと余計な音もありますので、このように4小節分ちょうどにしておきます。どんな音だったかというのは、ここの Easy Keys のところに持っていけば鳴らしてみることができます。これから鳴るのは Easy Keys で鳴らしています。こういうことですね。 UJAM でできたフレーズを Easy Keys 2で今後も使うという時の話です。それはどうすればいいんでしょうか。ここに Easy Keys がありますが、グルーブというタブをこのように選択すると、ユーザー MIDI というホルダーがあります。これを右クリックしますと Open in Explorer というメニューがありますので、これを選択しますと、はい、このように Easy Keys 2のユーザー MIDI 用のフォルダーが表示されたわけです。ここにこの MIDI を入れればいいんですけれども、大方の DAW はこれをドラッグするだけで入れれるんですけれども、 Studio One は悲しいかな、 MIDI の持ち方が他の DAW とはちょっとと違います。ですからスタジオ1用の MIDI の書き出しというやり方で書き出します。どうするかと言いましたら、これは一旦消しておきますね。右の方のブラウザ、ここにファイルというタブがあります。今見えてますようにトゥーントラックのフォルダーの中身が見えています。先ほどお話しした MIDI のフォルダーというのは、この Easy Keys 2の中のユーザーミディ、ここだったわけですね。これと、そしてこれは同じものです。そうしまして、これをここに入れればいいわけです。はい、引っ張ってきます。そして、ここでオルトキーを押します。そうしないと、ミュージックループという形式になってしまいますので、オルトをポッと押すと、ミディファイルというメニューの前にバッテンがつきました。これで MIDI ファイルとして書き出しができるようになります。ここで離します。はい、このように入りましたね。そうしましたら、もう一度 Easy Keys を開けて見てみます。まだ Empty Holder となっていまして、何も入っていません。でも、ここで右クリックをして、Sync File Changes、いわゆる更新ということをやれば、ここにですね、ちゃんと出てきたわけです。小さいですけれども、フレーズの点が出てくるわけです。これをもう消しておきます。はい。そうしまして、このフレーズを使おうとします。先にコードを入れておいてもいいですし、どちらでもいいですが、ここで引っ張ってきます。今2小節目からこうやってコードを入れたり、実験用のトラックを作ってますので、2小節目からにしておきましょう。そうしましたら、ここで最初がですね C6 というふうになっていますが、これはですね、いわゆるおかずというか経過音も少し入っていますので、このような形になったわけです。いわゆる手数を増やした時にC 以外の音が入ったからこのようになったわけですけれども、これはコードを直すことができます。ここでダブルクリックをしまして、 C6 は外します。そしてベース音も C にしてみます。はい、このようにもう Easy Keys 2のフレーズと全く同じ扱いができるわけです。ですから、今度はハサミで小節ずつ切ってみましょう。このようにして、じゃあここは Am にしてみます。はい、次は F。はい、ベースが C になっていますけれども、このベースも元に戻しましょう。
ルートを選びます。はい、次は G7。 またルート音を戻しましょう。このように変わったわけです。じゃあ聞いてみましょう。このように EasyKids2 の中にあるいろんなフレーズと全く同じような使い方ができるようになったわけです。ですから選ぶときなんかもクリアオールにしまして、このユーザーミディ、これを選ぶか、もしくはこのジャンルの中のユーザーミディを選ぶと、このようにすぐに出てくるようになるわけです。もう一度おさらいをします。バーチャルピアニストでフレーズをちょっと変えておきます。そして手数は真ん中ぐらいにしておきましょう。そして音を鳴らしてみます。はい、いいですね。じゃあこのフレーズをまたトラックに持っていきます。まあ場所はどこでもいいです。仮に入れるだけですのでこれでいいわけです。今度はこのユーザーミディのところに引っ張っていきます。ここでオルトを押します。このようにできました。ファイル名が同じでしたので、チャンネル1というのがチャンネル1の括弧2というふうになりました。こちらということですね。で、これは先ほどと同じように EasyKeys。これでもう一度ユーザーミディを更新します。シンクファイルチェンジズ。はい。このように2つ目が入ったわけです。ここでリネームもできますので、自分で防具から来た2つ目ということでファイル名を変えておきます。こちらのファイル名を変えましたが、こちらのファイル名は変わっていません。いわゆる独自にデータベースを持っているということになると思います。ここで更新をしてもですね、名前が右側のファイルが変わるわけではありません。このように EasyKids2 の中のデータベースソフトが管理をしてくれているということになるわけです。これで EasyKids2 で他のソフトの MIDI フレーズを使うということがご理解いただけましたでしょうか。次は EasyDrama でも同じことができます。例えばここに UJAM の VDSolid というドラム音源があります。これもテストに鳴らしてみましょう。バース、いわゆる A メロとかで使うようなところが全部で5つありますので、ここで。はい、もう少し変わったフレーズをやってみましょう。はい、こういうドラムフレーズがあるとします。これをまたこのように持ってきます。これドラムですね。今度は EasyDrama 3を見てみましょう。ここにユーザーミディというのがあります。ここで Open in Explorer というメニューを選択します。先ほどと同じようにこのユーザーミディというのが出てきました。ここにあるということですね。Toon Track の EasyDrama のユーザーミディ、ここに入れたいと思います。EasyDrama 3ですが、僕のように EasyDrama の古いバージョン、バージョン2を持っていた人は、ユーザーミディがここにあります。もう一度確認をしてみましょう。はい。このように、Toon Track の中の EasyDrama の中のユーザーミディ。これが EasyDrama 3でも、ここがユーザーミディになるわけです。では、ここに引っ張っていって、そして同じようにオルトを押します。そして離します。するとここに入りました。じゃあこれを EasyDrama にセッティングしましょう。入りましたから
ここで右クリックをしまして、シンクファイルチェンジーズ、これを選びます。このようになりましたね。じゃあここに来ればですね、いつものイージードラマーと同じように使えるわけです。はい、こうなりました。ちょっと聞いてみましょう。もちろん先ほどの Easy Keys 2の方ではやりませんでしたが、グリッドエディター、これで細かな MIDI の部分は編集しようと思えばできるようになっています。はい、こういうことですね。ここを見てください。やはりヒューマナイズドされてですね、ちょっと前目に音が入っています。ハイハットが少し人間味ある打ち方になっていたりします。もちろんこれはですね、エディットプレイスタイル、これも使えます。ですからここでこのハイハット、これを強めにしたい、もしくはこれをライドに切り替えたい、パワーハンドをこっちに持っていきます。そしてボリュームちょっと上げ目にします。はい、そしてスネアのゴーストをちょっと多い目にする、ベロシティも上げる。こうするとこのようにですね、今までと全く同じように他のドラムソフトのフレーズであっても Easy ドラマとして扱えて、このようにエディットプレイスタイルまで変えれますので、とっても応用できるフレーズになるということです。ご理解いただけましたでしょうか。もちろん今日はやりませんが、ベースのフレーズも同じです。過去に使ったベース、もしくは自分が手引きしたベース、そういったものを MIDI に変換して、そして入れると。 MIDI に変換が難しかったら、バンドメイトのような機能、それらで変換することもできるわけです。 Easy シリーズで使うフレーズというのは無限と言ってもいいです。もちろん手っ取り早く有料の MIDI フレーズを買うのもいいですが、もしその他にいろんなフレーズをお持ちの方は、それらを応用して使うと経済的にもいいですし、そして面白いグルーヴがどんどん増えていくということになります。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。